文学 YouTuber のチャンネル。こんにちは、ムーです。本日もね、花見月文学記念館からお送りしております。さあ、今年も8月に入りまして、いよいよ10月のね、ノーベル文学賞の受賞者発表の日が近づいてきました。ノーベル賞の各賞は毎年10月の、だいたい第1週か2週に順次行われていくんですけれども、文学賞だけは他の賞と違って発表が翌週とか翌々週に繰り越されることが結構あるんですね。おそらく選考が割れてなかなか受賞者が決まらないみたいな、最終的に約5名ぐらいに絞り込んだ候補を18人いる選考員投票で決めるので、年によっては他の物理賞ですとか科学賞ですとか医学賞ですとか、ああいった賞が10月の前半の方で順次発表されていく中で、文学賞だけ翌週の木曜日、翌々週の木曜日みたいになることが頻繁に起こると。で、今年はもう公式サイトの方でアナウンスがされていて、10月8日第2木曜日ですねと書かれてはいるんですけど、これも直前になるまでわからないですからね。このチャンネルではね、今までにももう2年ほど前から他のどのチャンネルでも真似できないようなオリジナルコンテンツとして、ノーベル賞っていうものがそもそもどういった経緯で創設されて、1901年の第1回から現在までどういった歴史を歩んできたのか、そしてこのチャンネルは特にね、その文学賞に関してどういった選考が行われているのかっていうのをかなり事細かにね、シリーズ動画でお話ししてきてるわけですけれども、もしよかったらね、今年のその発表が10月に行われますので、その前にこのチャンネルの再生リストっていうところからシリーズ動画見ることできますし、この動画のね、概要欄にもリンクを貼っておきますので、もうシリーズになってて一挙に見れて、実はまだちょっと継続中なんですけどね、選考基準の変遷っていうところでね、ちょっとシリーズ止まっちゃってて、順次また配信を続けていくわけですけれども、もはや私のね、ライフワークみたいになっちゃってますが、今年もね、8月に入りまして、そろそろね、この10月の発表までに、あと約2ヶ月ですかね、そこに向けて、このノーベル文学賞を今年も盛り上げていきたいなと思うので、最近ね、定着してきたこのトークシリーズの形でね、今年2020年のノーベル文学賞に関する動画の配信をこれからポツポツ増やしていければなと考えています。選考委員のメンバーもまた大きく去年と比べて変わってますので、そのあたりも含めて、より時事的なね、お話を取り上げつつ、10月の発表に向けてね、一緒に盛り上げていければと思うんですけども、ノーベル文学賞って、まさにこのチャンネルを立ち上げたちょうど3年ほど前から現在までにかけて、本当にもういろんなことが目まぐるしく変化していて、改めてね、以前もお話ししてるようなことになりますけれども、おさらい的にね、お話ししていければと思うんですけれども、ざっくりまとめますと、ノーベル文学賞の選考をしているのが、誰がノーベル文学賞を取るのかを決めてる人たちですね。スウェーデンにあるスウェーデンアカデミーっていう機関、18人のメンバーが選考を行ってるんですね。で、このスウェーデンアカデミーっていう団体は、これは国営の機関で、国王の後ろ盾のもと、ノーベル文学賞の選考以外にも、いろんな仕事を行ってるわけですけども、言語のスタンダードに関するような、例えば辞書の編纂ですとか、あるいは、ノーベル賞以外の他にもね、いろいろね、文学賞を主催していて、その選考であったりですとか、本当にいろんな業務を行ってる。ノーベル賞の選考っていうのは、その数ある業務の中の一つ。このスウェーデンアカデミーのメンバー全部で18人いて、批評家とかね、作家が多いんですけども、でもそれだけとは限らない。今までにいろんな職業の人が、このスウェーデンアカデミーのメンバーに選ばれていて、基本的には終身雇用なんです、ね。一旦メンバーになったら、もう亡くなるまでずっと続けなくちゃいけない。なので、寿命で亡くなったりですとかして、メンバーに欠員が出たら、新たに補充するみたいな。毎年ね、ノーベル文学賞の受賞者を1名決定するわけですけども、どういうふうに行ってるかっていうと、先ほどもお話ししたように、毎年10月にその年の受賞者を発表するわけですけども、その約1ヶ月前、もう9月の段階で、次の年の選考の準備がもう始まってるんです。で、どういったことを行うかっていうと、この18名、スウェーデンアカデミーのメンバーいるんですけど、この中の約5名ぐらいで、委員会っていうね、小さなチームを形成するんですよ。ノーベルコミッティって言って、18名全員じゃなくて、その約5名ぐらいの小チームで、基本的には選考の準備を進めていく。で、具体的にどういったことを行うかっていうと、世界中の専門家に推薦状を送ってもらうように呼びかけるんです。要するにこの18人いるスウェーデンアカデミーのメンバーだけで受賞者の選考を行っていくんではなくて、世界中にいる専門家の力を借りて、まず推薦状を集めるっていう。そうすることによって、より客観的なね、データといいますか、候補者のリストがどんどん溜まってくるわけです。で、この応募締め切りが、年を明けて翌年の1月の末まで、31日かな、ここまでで締め切る。この1月末までに、このスウェーデンアカデミー宛てに届いた世界中からの推薦状、この人がいいんじゃないですかね、みたいな。大体毎年600から700通ほどの推薦の依頼状を投げて、帰ってくるのが大体300から400通ぐらいとのことです。で、届いた推薦状の中で、重複している名前とか削ったり整理しつつ、この締め切り1月末の段階で、大体150名ぐらいのリストに絞られていくみたいなんですね。これを一次リストと呼びましょう。1月末に一次リストできました。そして2月入ったら、いよいよこの一次リストをより絞り込んでいく作業に入っていくわけですけど、この一次リストを作るまでの作業っていうのは全て、ノーベルコミッティの
約5名のメンバーで行ってるんですね。で、2月1日入って、今度は残り約13名のメンバーとタッグを組んで、この一次リストをより精査して、さらに絞り込んでいくわけですけど、このスウェーデンアカデミーって団体は、毎週木曜日にね、木曜例会っていう、そのメンバー全員出席する会議を行ってですね、スウェーデンアカデミーのオフィスの近くのね、レストラン、このヨーロッパ最古のレストランって言われてるところなんですけどね、ここで毎週木曜日に全員でこうディナーを囲みながら、いろいろ会議していくわけですけど、そこで今年のノーベル文学賞の選考をどうするかみたいな話をね、進めていくわけですね。この木曜の定例会議に2月入った段階で、ノーベルコミッティの約5名のメンバーが一次リストを持って、残り約13名のメンバーと一緒に、この木曜会議の席でより絞り込んでいく話し合いを行っていくわけですね。約150ぐらいあった候補者をここで80名ぐらいに絞り込むらしいんですね。その上でいよいよ選考作業開始ですね。この約80名ほどの候補者を一人一人もう徹底的に調査していく。で、このスウェーデンアカデミーのオフィスの敷地内かな、ノーベル図書館っていう世界最強の図書館みたいなのがあって、実はこのノーベル文学賞を受賞するためにはその作品が英語、フランス語、ドイツ語、スウェーデン語かな、この4カ国語のどれかに翻訳されてこの図書館に所蔵されている人がある。このスウェーデンアカデミーのメンバーは2月入ったらリストにある作家の作品をノーベル図書館チェックしに行ったりとか、より詳しい専門家にいろいろと調査を依頼したりですとか、とにかくありとあらゆる情報を集めて一次リストの作家の作品や情報を読み込んだり調査したりとか、リストの絞り込み作業を進めていくわけですね。そんな形で調査を進めていって、4月入ってたら今度はまた5名の小チームノーベルコミッティでさらに調査を進めて、約80名ほどいた候補者をさらに15から20名ぐらいまで絞り込む。これを予備候補者みたいに呼んでるんですけど、ここでは二次リストと呼びましょう。だいぶ絞られてきました。で、5月入ったらいよいよノーベルコミッティの約5名いますよね、メンバーが。このメンバーが二次リスト約15名から20名の中から自分の推したい候補者を一人ずつ上げてって、まだ5名選ばれますよね。そうすると5名の最終候補が選ばれるわけですね。これを3次リストとしましょう。これ多分5月のかなり序盤の方じゃないですかね。で、これ選んだ5名を、またこのスウェーデンアカデミー残りのメンバーも全員出席している目標例会にかけるわけですね。この目標例会で、なんかこう、プラス1、2名増えることがあるらしいんですね、候補者が。ここがちょっと不可解なんですけどね。毎年が5名から7名ぐらいの最終候補に絞られるらしいんです。ここまでを5月の間に行う。で、6月から8月まで彼らは夏休みを取ります。最終候補を7名ぐらいまで絞り込んだ後に、この6、7、8、約3ヶ月ぐらいかな。夏休みを取りつつ、この約7名ほどの候補の作品を選考委員であるスウェーデンアカデミーのメンバーは読み込むわけですね。夏休み期間かけて。なんか旗から見てると優雅な夏休みを過ごしてるようにしか見えなくもないんですけれども。そこは置いときましょう。で、夏休み明けて9月入って、また木曜例会かな。メンバーそれぞれね、読み込んできてるわけですからね。こう作品読んだことを受けて、もう一度こう、どの候補者が受賞にふさわしいのかっていうのをもう入念にこう話し合っていくと。公式サイトなんか見ると、ここで貢献のメリットについて話し合うみたいなね、ことが書かれてるんですけど、ノーベル賞の創設者のアルフレッド・ノーベルの遺言に記載された受賞者の条件に関する記述の部分、この条件にふさわしいかどうかっていう部分を、様々な角度から入念に話し合っていくんでしょうね、きっと。これ9月ですね。で、10月入って、で、第1木曜、第2木曜の木曜例会の場で、スウェーデンアカデミーの全18名のメンバーで投票を行って、この約5名から7名の最終リストを誰にするかっていうのを決定するわけですね。わかります?ノーベル賞の発表って10月じゃないですか。で、10月の木曜って、まさにそのノーベル文学賞発表される日ですよね。つまり、発表の当日に投票やってるんですね、彼ら。と思われるんですよ。だから、その5つあるいろんなノーベル賞、その物理賞、化学賞、医学賞、生理賞、平和賞か、文学賞以外の受賞者が次々に発表されていく中、文学賞だけが翌週、翌々週に持ち越されるっていうのは、おそらくこの投票が割れて、なかなかこの最後1名絞り込むことができなくて、じゃあ来週持ち越しみたいになっちゃってるんじゃないですかね。だから今年も、一応公式サイトに10月8日、第2木曜ですね、に発表されるであろう記述されてるんですけど、まだわかんないよっていう、その翌週15日になるかもしれないし、翌々週22日になるかもしれないし、それはキンキンになんないとわからないですね。選考団体スウェーデンアカデミーがどういった動きで毎年ノーベル文学賞の受賞者1名を決定するかっていうのをね、ざっと見てきたわけですけども、ここ何年かで結構大きな動きが起きてるわけですよ。